滋賀っぽい一言ポエムください。ポエム滋賀道。駅前に平和堂がない駅を数えて暇をつぶす。あ、ない駅ってあんのかな。全部の駅にありそうだもんね。あの駅前にある平和堂さんをなんとか平って言うねんな。うん、え、どういうこと。だから森山やったら森平、安やったら安平。大津は、え、大平って言わへんな。お、んじゃあ、あの大津駅前の平和堂でいいんじゃない。え、まあいいけどね。あ、ところでさ、本題の全部の駅にあるのかな、平和堂って。そりゃないとこがあるんちゃう。でもなんか、全部にあるんちゃうかなと思わせるところが平和堂さんのでっかさなんちゃうかな。なるほどな、平和堂さんの器ってことだ、ね、え、駅全部閉めちゃってる気するもんな。まあ、平和堂さんと交番と格安チケットは駅前の定番ちゃう、うん、あるな、格安チケットな、うん、箱に入ってるよな、あの、うん、京都とか大阪行きのな、切符売ってるやつな、うんうん、そう、あの箱のガムみたいな箱入ってるからな、うんうん、3枚ぐらい入ってんのよ。ほんで、まあ、取ったわ思ったら、ほら1枚あらへん、あ、さっきこういう箱に出てもうたって改札入ってから気づくねん。あるある。あとさ、うん、平日限定のを求人に買っちゃったりするんだよ。あるわ。この前さ、デコルと平和堂行ったんだよな。行った。なんかね、ポップカードってお金知らないうちなら溜まってんじゃん。あれ溜まってるな、うんうん、それをお金に換えるのがデコルが恥ずかしいって言うんだよ。そうやった、そうやった。それでね、一緒に行ってあげたんだよな。まあ、意外にデリケート会やからな。サービスカウンターで1000円もらえてよかったな。よかったわ、あれ嬉しかったわ。じゃあまたね、またね、またね。